はい、覚えていますか。知ってるとは思うんだけど、ちょっと忘れてそうです。2の曲。2の曲覚えてないかもね。2がちょっと難しそうなんで、ちょっと一回程度のかもしれないです。とりあえずまずはこの曲に集中しましょう。あ、覚えてるかも。今あなたの声が聞こえる、ここにおいでと。寂しさに負けそうな私に、今あなたの姿が見える、歩いてくる。目を閉じて待っている私に、昨日まで涙で曇ってた心は今覚えていますか。目と目が合った時を覚えていますか。手と手が触れ合った時、それは初めての愛の旅立ちでした。 I love you so。 音程が思ったより難しい。あと私の声がガラガラでごめんなさい。完全に喉やられてますね。風邪です、すいません。本当ね、寒くなりましたからね。皆さんも体調管理は気をつけてくださいね。はい、ちょっともっとなんか多分しっとり歌いたいんですけどね。しっとりと、今あなたの視線感じる、離れてても体中が温かくなるの。今あなたの愛信じます、どうぞ私を遠くから見守ってください。昨日まで涙で曇ってた世界は覚えていますか。目と目が合った時を覚えていますか。手と手が触れ合った時、それは初めての愛の旅立ちでした。 I love you so。 もう一人ぼっちじゃない、あなたがいるから。覚えていますか。目と目が合った時を覚えていますか。手と手が触れ合った時、それは初めての愛の旅立ちでした。 I love you so。じゃない。あなたがいるから。めっちゃいい曲。素直にめっちゃいい曲だな。しかし、すいません。もう結構、でもね、歌いながら結構思い出してきたんですけどね。79.356 点、平均 81.923 負けました。まあ、80点いかないぐらいで、むしろいいっす。ちょっといろいろ見せたんで。
ビューラーというか辛くないですか。まずは発声の練習は辛いのは喉です。風邪気味の喉です。うん、めっちゃ声、途中から声かすれたからね。うん、サビのあたりでめっちゃ声かすれたもんね。ちょっとね、これ喉を直してからちょっとリベンジしていいですかね。はい、というわけでお疲れ様でした。